中祖とは、中国においてある古書を注釈した書き物である、中と、京、中を、さらに解釈した書き物である、書を合わせて呼ぶ時の名前である。中祖という場合、特に、京書に関する中途書を指すことが多い。古代中国において、重要な地位を占める儒教に関する古典群の中でも、成人によって制作されたとされる京書は、最重要視されてきた。 中国の儒学においては、継書の本文に対し、注釈という形で学者が自らの解釈を示すことが常見される。継書本文に対して直接付された注釈が注であり、この教問と注文を合わせて再度解釈を付したものが書である。注は主に漢から義心の頃、そして南宋の頃に数多く作られた。漢から義心の頃の注釈を総称して、 九中といい、南宋以後に、朱子学の影響下で作られた注釈を、新中という。中の形式は、当初は、中が、教門から独立して単行していたようだが、五官のバトルの、修来中以後、教門の間に注釈を差し挟んで書く形式が、一般的になった。教門と注文を合わせて、再度解釈を付したものが、書である。書は、まず南北朝時代に成功し、 これが、党の五教正義などに結実し、北宗に十三教中祖として整理された。この頃の章を特に、議書と呼ぶ。義書とは、経書に限らず、仏教経典や道教経典に関する書を含めた名称である。中祖という場合は、もっぱら儒教経典、特に経書に関する注釈書を指し、また、南北朝時代には限らない。中祖の形式は、 処分だけが独立して記される、単書本と教文の間に注文、処分が挟まっている、記される、教中総合国本の2種類がある。その後、新代に入って新たな書を作る動きが生まれ、新しい書が数多く表されることとなった。新代に入り、工場学が盛んになると、新たに進展した、継書研究をもとに、新しい書を作ろうとする機運が高まり、 個人の学者の手によって、それぞれの経書に対して、再び書が作られることとなった。新代の中祖も数多く存在するが、ここでは、中華書局の新人十三教中祖というシリーズに整理された一元の著作を記す。ありがとうございます。